フリードリヒ・アウグスト三世は、ザクセン王国の、第七代国王。第六代ザクセン王ゲオルクとその王妃であった、ポルトガル女王マリア二世の王女マリアーナの長男。全名は、フリードリヒ・アウグストヨハンルート・ビヒカール・グスタフ・グレゴール・フィリップ。軍事演習に参加するフリードリヒ・アウグスト三世、ビルヘルム二世、ビットリオ・エマヌエーレ三世1865年5月25日に、 ゲオルクの第四子としてドレスデンで生まれ9歳の時にノイシュタットの王立グラマースクールに入学し物理学者アウグストティプラーの指導を受ける1877年12歳でザクセン陸軍中尉に任官する1883年にアビトゥーアに合格し1884年からストラスブール大学で1885年からは ライプツィヒ大学で、それぞれ法学、政治学、歴史学を学ぶ。在学中は研究のためオーストリア・ハンガリー帝国、イギリス、イタリア王国、ギリシャ王国、中東を旅した。ザクセン王家の人間で、ライプツィヒ大学に入学したのは、フリードリヒアウグスト3世が最初である。1886年に大学を卒業すると、ザクセン陸軍に復帰し、 周囲に昇進して、第七敵団兵連隊に配属される。フリードリヒアウグスト3世は、王族として、順当な昇進を続け、1894年に、少々に昇進した。1895年5月22日に、第23師団師団長に任命され、1902年8月25日まで、務めた。師団長退任後の8月26日には、 第12軍団司令官に任命される。この間、6月に、おじアルベルト王が死去したため、父ケオルクが、ザクセン王に即位し、それに伴い王大使となっている。第一次世界大戦時のフリードリヒ・アウグスト3世1904年10月15日、フリードリヒ・アウグスト3世は、不王の死去によって、ザクセン王に即位した。彼は、芸術と狩猟を好み、 君主としては、経済の促進を図り、他のドイツ王室とも分け隔てなく、接したため、不人気だった不王のために失っていた、ザクセン国民からの信頼を回復した。1912年9月11日には、ドイツ皇帝ビルヘルム2世を招いての軍事演習を、成功させた功績により、元帥に認じられた。1918年11月、ドイツ革命が発生し、 ザクセン王国でもドレスデン、ライプツヒ、ケムニッツで、霊帝が結成された。フリードリヒアウグスト3世は、ザクセン軍に攻撃を控えるように命令し、11月13日に、避難先のグーテボルン城で、家臣たちに向かい退位を宣言した。退位は至って平和裏に行われ、国王退位を求める霊帝に対して、まあよかろう。これからは、君たちが勝手にやるんだなと述べて同意した。 フリードリヒ・アウグスト3世の壮列壮列を見ようと集まった群集隊以後は、シュレージ寺園、オエルスのジュビレノルトで家族と共に陰性し、カナリア諸島、セーロン島、ブラジルに狩猟に行くなどして余生を過ごした。1932年2月18日に隠居先のジュビレノルトで脳卒中を引き起こし、22時に死去した。一体は23日にドレスデンに到着し、 カトリック宮廷教会に埋葬された。棺は、バイマル共和国軍が護衛し、三人の息子と、モトバイエルン王国王太子、ループレヒトが参列した。また、フリードリヒアウグスト三世の最後を見届けるため、ザクセン各地から50万人以上の人々が、ドレスデンに集まったという。王太子であった長男のゲオリクは、聖職者への道を選んで1923年に、 王位継承権を放棄したため、ザクセン王傑家長の地位は、次男のフリードリヒ・クリスティアンが継いだ。フリードリヒ・アウグスト三世の養子について、妻のルイーゼは、ハンサムで顔立ちがしっかりした人と述べている。また、王太子時代は、宗教的、道徳的に純粋で、率直な彼は、模範的な摂生であり、人々が、最も望む王族になるため勤めていた。そのため、 彼は高い人気を集めていたと評価されていた。登山をたしなみ、グロースグロックナー山やアルプス山脈の山々を好んで登山していた。フリードリヒアウグスト3世と子供たち、フリードリヒアウグスト3世は1891年11月21日にウィーンでトスカーナ大公フェルディナンド4世の大公女ルイーゼと結婚し、彼女との間に以下の三男四女を設けた。 しかし、ルイーゼは、ギフ・ゲオルクとの不和により夫との関係も悪化し、1902年12月にスイスに出本する騒ぎが起きた。その後、1903年2月11日に離婚が成立した。なお、長男・ゲオルクと、次男・フリードリヒ・クリスティアンが共に1893年生まれであるが、ゲオルクが1月生まれなのに対して、フリードリヒ・クリスティアンは12月生まれであり、 双子ではない。ありがとうございます。